なんかだいぶ少なくね、人。8人ぐらいしかいなくね。99,999。幻覚を見てるのかな、私は。ちょっともう一回目を閉じて、開けてみてろよ。そうすると99,999のレートが、2000ぐらいに変わってねえかな。翔平ってやつだよな、99,900。あ、学校お疲れっていうやつがいる。あ、お疲れ様。ああ、やっぱ学生も大変だよね。社会人も大変だけどね。やっぱり学生もね、大変だと思うんだよ。だからね、全員大変なんだよ。ああ、大変じゃないのは、まあ、赤ちゃんぐらいだから。赤ちゃんも精一杯生きてる。これは偏見だ。みんな一生懸命生きてんだよな。で、人生さ、山あり谷ありだからさ、大変なこともあるさ、辛いこともあるさ、そういう時にどうするかっていうとね、元気がない時はね、私のイカれた動画を見よう。私はこれ常に楽しくマリオカートやってますけど、人生何があっても笑顔で楽しく生きる、これが私のモットーですから、これをモットーにね、生きていきたいと思います。どんなに視聴者さんから悪口を言われようが、叩かれようが、アンチがいようがね、私はね、楽しくね、マリオカートをね、やるっていうのもそう決めてますから。ああいいんだよ、自分の人生さ、自分が精一杯楽しもうぜ、みんな。何を言ってんだ。ろくにこの動画見てないんだけど、多分そんな再生回数も多くないんだけど、見ている人たちに言おう、自分の人生、自分が一生懸命楽しむ。おい待てよ、ちょっと待てよ、1位のやつ早すぎるんだよ。やっぱり99,999っていうレーターでおかしい、もう気違い、なんかね、やってる。なんかいけないものを飲んでる、あいつは。おいおい、誰かトゲゾー出してくれ、トゲゾー5個ぐらい出してくれねえから、トゲゾー5個ぐらい出さない、大ちゃん勝てねえぞ。なんか絶対ショートカットとかあんだよな。で、私ショートカットをここ知らねえからさ、もうさ、あいつに OK、 いいよ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 、素晴らしい、トゲゾー出してあげた出してくれたやつ、あとで褒美をあげよう、私からお小遣い500円あげるから。あいつトゲゾー食らってるんかい、全然差が縮まった。でも私もさ、2位がさ結構3位と離れてない、3位が離れてるけど1位は絶対無理なんだよな。キラーくんじゃねえよ。後ろからなんかキラースターとか来てんじゃねえよ。あー危ない、あー抜かれたー、パンダ。なんでだよ。最後コーナリングへ持ったせいで2人に抜かれた、パパとカンタンスに抜かれたぞ、クソ。ちくしょう、やらかしたぜ。次、ベビーがやりたい、ベビーがやりたい、ベビーがやりたい、ベビーがやりたかったって言ったでしょうが、ベビーのさ、コースあるじゃん。あれ、私、ゲームキューブやるの時にすげえ好きだったんだよな。なんか、坊ちゃん、なんか99,999のやついなくなっちゃった。私がなんか、悪口言ったからかな。なんか、いけないもん飲んでるだろうとかなんか言っちゃったからかな。ごめんね。冗談だよ。本当にそう思ってないから。ごめんね。本当にごめん。なんか、盛り上げるためになんかそういうこと言っちゃうんだよ、私は。本当はいつもはね、普段優しい性格をしている私なんですよ。なんか言い訳が始まった。なんかさ、犯人が捕まった時にする言い訳みたいな。さあ、なんか、なんでなんでこの順位。なんでこの順位、遅えからだよ。それは私が遅えからだよ。なんでじゃねえんだよ。順位になんでっていうことはあれんだよ。遅えからこの順位になってんだよ。さあ、4位か。あ、前に2人がいる。簡単すぞ。スライディングが見えるけど、あと1人はどこにいんだ ?1 位はトップはどこにいるトップ。おふざけんな、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 かあ、邪魔だよ。骨骨のこのこってあいつなんていう名前、よかった、骨骨のこのこっていうなんか名前がめちゃくすげえ仲、アイテム取んじゃねえよ、私の目の前を走るな。緑コーラ当てんだよ、うまいな緑。でもポジティブに考えようぜ、8位ってことはいいアイテムが出る絶対なあ、そうだよなパパな。山下美月どうした、わあ、やばい、こっちから行っちゃった、こっちのコースの方が遅いんで、多分右から行った方が早いんだよ、右から行った方が多分早いんだよ、これはダメだ、これは7位か、クソ
まくっていけねえか、これちょっと厳しい気がすんな。こっからまくるのが厳しい気がする。でも私は奇跡を起こす人間。あーしゃー、2位にいけ、とりあえず2位だ。赤コーラは食べ出してファイナル7位。せっかく今一瞬2位になったの、2位に一瞬なったのになんで7位なんだ、クソ。赤コーラは絶対なれんじゃねえぞ。あー5位。あーバナナ、そんなバナナ、わー、スターさん、道具で使う、道具で使う、道具見えない緑コーラなんでだよ、緑コーラはなめんじゃねえよ。緑コーラは自分がなんか攻撃される時のために取っとけよ。あーキノコ、残りにキノコ1個で、あーほんとに勝てないマリオカート。ちょっと練習するか。でも楽しいからいいか。はい、ということで今日もね、楽しいマリオカートをお送りさせていただきました。みんな、元気がない時こそ、楽しめ。何の動画だよ。バイバーイ。いやーいやー、あんまり気にしないと思うから、さあ、いった、一発コンボが入って、無理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 だ、こいつは今挑むような相手じゃない。いやー、無理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 、こいつ完全に変態だろ。裸でなんかマスクかぶった女の子持って